こんばんは。今回は引き抜き帯と銀座結びをやってみたいと思います。いわゆる角出しですね。はい、始めます。引き抜き帯はやはり昔っぽい江戸っぽい感じなので、この昼夜帯を使っています。昼夜帯とは、裏が黒で表に柄があるものを昼夜帯と言われてましたね。あとクジラ帯みたいな言い方もされてたかと思います。やってみますね。はい、手先を50センチぐらい取ります。で、結んだ時に柔らかい帯とか薄い帯だとキューって結び目が小さくなるので、そうすると長さはもうちょっと短くていいっていうことなんですね。そこら辺のところはちょっと一回やってみて調整してください。で、50センチのところで止めておいて、そして巻いていきますよ。前結びでやりますね。帯板最初にしておいてくださいね。はい、でこれで一巻き締めますね。はい、で二巻き目入ります。はい、ではクリップ外して手とタレを結んでいきますね。手が、タレが上に来るように結びます。手を下にして上からタレ元を上からこうして、でこう入れる。そうすると上に来ますよね。こうやって結んでください。でこの引き抜き帯っていうのは、ここで結んだ時引き抜かないんですね。ここのタレの長さを調整してこ引き抜かない。ここでタレを作っちゃうっていうのかな。でこれが輪っかになってるわけだから、ここは裏が出るわけです。この帯だと黒いのが出てくるわけですね。で、この中、元でギュッと締めるわけです。で、こう、すぐにね、緩んできちゃうから、ギュッと締めて、いいですか？で、このタレの元でもう一結びするわけです。この結び方は、手を上に折り上げて、でタレ元をこう下げて、でここの手布の折り上げたところから手を入れて、このタレ上に乗っけたタレをこう取ってきて、こう引っ張ってくると結べます。ちょっとこの中で見にくいんですけども、こういう感じですね。ギュッとこっちを引っ張ってくる。そうするとこっち側は輪っかになってる感じですね。輪っかになってる。こっちは手先だから、これ1枚ですね。でギュッと結びます。こうなるわけ。もうなんとなく形になってきましたね。こういう感じになります。それでこの長さの調節は帯山、この上の方でこうやって調節します。でこの時に使うものは
あの角出し用のこんな感じの、あの薄い枕を持ってる人はそれを使ってもいいし、腰紐でもいいし、普通の紐でもいいし、あのこれはガーゼ紐なんですけど、こういうのを使ってもいいし、何でもいいです。で、別にこういうものを使わないで、あのいきなり、あのいきなりというか帯揚げでもいいです。まあ、紐を使ったらここに紐が見えちゃうので、どうしても帯揚げをかけて、こう紐とかをね隠すじゃないですか。なので最初からもうこの帯揚げだけでやってしまうっていうのもやり方としては OK だと思います。でこう入れて長さを調整して、でこの時に帯があんまり柔らかくって、この帯山とかにシワが入るようだったら、このあの枕とかを使わない時は、この帯揚げのこの真ん中のところにちょっと紙かなんかを入れて、少し固くしてね、芯を入れてあげたらいいかと思います。別にちょっとしっかりした帯でここに、うん、帯山にシワが入らないんだったら別にこれだけで大丈夫です。で一回後ろで結んで、でちょっと形を整えますね。こういうふうに角がね脇から出ていて、でお太鼓に比べたら垂れは長い方がいいですね。でここがぺちゃんこでこう膨らんでると。でこれは中で結ぶので、ここのここの下線のところの形があのすごく綺麗な形ではあの決まらないんですね。どうしても中で結んでるだけなので、こう引っ張られたりとかしてるのでね。でもこれはあのこれでこれが味だと思います。これでいいと思います。ちょっとふにゃんとしてる感じで、これこの手先もやっぱりこっちはあの輪っかになってるからね、2倍厚いし、こっちはペロンとしてるし、どうしてもこうペロンこうこっちが下がっちゃったりとかするんだけど、これはこれこあのそういうちょっとふにゃんとした形が味だと思うのでいいかと思います。はい、じゃあ回してみますね。でこの、帯揚げを締め直しますが、これはいつも使っている帯揚げみたいにあの飾りじゃないので、これだけであの帯山をしっかりと押さえているので、あのしっかり結んじゃってください。ギュッと固く結んでください。そうしないと後ろの帯山があのパカパカしてしまうのでね。でギュッと結んで、あんまり綺麗じゃないので、まあ、中に入れちゃって、でまあこれは帯揚げとか帯締めとか別に見えない感じで雰囲気が出ると思います。全部見えない感じにしちゃってもいいし、別に見せても構いませんけど、見えない感じでもいいかと思います。帯がよれるんですけどね、パリッとこう張りのあるものじゃないので。こういう感じになります。江戸の町にいそうですよね。時代劇なんかにこうやって結んで江戸の町歩いてますよね。でもっと江戸の人みたくしたいときは、
こういうクジラ、中曜日の場合はこれ最後にやんじゃなくて最初からやっといた方がいいですけど、こういう感じで帯を半分に、こう胴帯をね半分に折るのではなくってずらして折って、よれてしまうのでちょっとこれで、ずらして折ってこの上の方に黒いのを見せると、そうすると一段とますます江戸の町の人みたいになります。こんな感じです。引き抜き帯やってみました。はい、次に銀座結びをやってみたいと思います。銀座結びは普通に太鼓柄の名古屋帯でもできない、できるのでやってみますね。手先を60センチぐらいですかね、60センチぐらい取って、これ垂れ元で結ぶとか結ばないとか、そこの処理の仕方で長さだいぶ変わってくるので、ちょっとやってみて調整してみてください。まあ、ここを仮紐とかで押さえておいて後で取るみたいなやり方とか、いろいろやり方があるんですけど、今日は結んでみようと思います。まあ、結び方はさっきと一緒です。さっきと一緒だけど今度はしっかり引き抜いちゃいますね。引き抜いちゃいますよ。結んで、結ばなくてもいいけど今日は結びますね。はい。で、そしたらば垂れ元を広げて、で手先をこう角出しの角の部分を先に作っちゃうみたいな感じですね。こうやって、でここを仮紐で押さえてもいいし、まあクリップで留めておいてもいいです。左右に紐で押さえてもいいですよ、もちろん。角の部分を先に作っといて、そして帯山を作るわけです。で角出しはここがここは膨らまないで、この下の方がぷくっと膨らむようにするので、普通のお太鼓用の枕ではダメなので、ない方はさっきみたいに帯揚げだけでやっちゃう人とかもいるし、腰紐でやってもいいし、角出し用のちっちゃい枕を持ってる人はこれでやってみてください。今度はちょっとこのちっちゃい枕使ってみますね。枕をして、で後ろで帯揚げかけますね。ちっちゃい枕だからもう半分とかでいいですね。半分に折っといて、
してこのタレの部分を作っていけばいいんですね。ここでちょっと止めているのが邪魔になると思うので取って、でこの手先がこう斜めにこういう感じになるわけですね。でこうちょっと持ち上げて、でタレの位置を決めて、こういう感じですね。それでここはもう帯締めでございます。帯締め、でこの時にちょっとお太鼓よりすごい長い感じのお太鼓みたいな感じにして、でこの帯締めが下にいて、でこうぐーって持ち上げてくるとこの形ができるので、こういうふうに長くしといてクーッと持ち上げてこの形を作ると、そうするとかっこよくできると思います。よいしょ。丸い感じになるとかっこいいので、ちょっと脇から見るとだいぶこうタレが長い感じがするんですけども、丸くなっているので脇がキュッと上がってる感じなので、ここ丸い感じですね。でちょっとタレが長め、で あまりに柔らかい帯だとどうしてもこれがペシャーンってなってしまうので、ちょっとやっぱり張りのある帯の方がかっこよくなるんじゃないかと思います。あと袋帯とかでなさる方もいらっしゃるので、袋帯だとちょっとここに余る部分が多いので、それでここにボリュームを出すっていう人もいますね。とりあえずこれで回してみますね。この銀座結びは別に回すときに形が崩れるのが気になる方は別に全然後ろでやっても難しくないと思います。普通にお太鼓できる方なら後ろで別に普通に結べると思います。はい、じゃあこれ締め直しますね。メガネをしてなくて一つも鏡が見えません。
まあちょっと見えない感じにしちゃいます。はい、こんな感じで銀座結びできました。いかがでしょうか。ピチッと綺麗な形を作りたい方はこの銀座結びのが綺麗にできると思います。最初にやった引き抜き帯はやっぱり中で結ぶのでちょっと傾いた感じになるのでね、ピシッとしたのが好きな方は銀座結びがよろしいんじゃないでしょうか。それではまた。ご視聴ありがとうございました。